いや、いよいよ年の瀬ですけれど、そうですね、あのね、私ちょっと人の噂で伺ったんだけれど、はい、さやさんは演歌歌手でデビューされたの？あ、そうなんです。え、どこからそんな情報がなんてスタッフですね。で、はい、演歌から今その昇華的あるいは童謡のような世界で、それで軍歌はあんまり軍歌だけは歌ったことがないんですよね、うんうん、でもそれは、まあ、要請がないからね、世の中の。あ、それもありますね。いや、それ大きいですよ。それもあります、うん、確かに、うん、やっぱ需要がある音楽を、まあ、私の場合演歌から始まって、うん、ジャズにも一時期没頭してまして、うんうん、そこから、今度日本の歌に、うん、もうジャズのこう揺り戻しみたいなものがあって、日本的なものにやっぱりすごく惹かれて、昇華、そしてオリジナルと。あ、なるほどね。はい、結構いろんなジャンルに来ましたね。いや、あのほら、流行歌手っていうのは世の中にたくさんいるんだけれど、はい、みんな100万部売ってその後プッツンと切れてる人がやっぱりたくさん多いでしょう。プッツンですか？うん、プッツンの人も多いしね、はいはい、やっぱり美空ひばりとかね、私でも知ってる歌手はいるけれど。先生、なんか噂に聞いたら、ええ、あの先生そんなにあの音楽は昇華と軍歌以外はあまり聞いたことがないっていうのを聞いたんですけど、うん、いや、聞いたことがないんじゃなくて、聞いたことあるんだけど耳の中で、はい、耳に入ってこっちへ抜ける、こっちから入ってきたな、こっちから抜ける。あの、あ、やっぱり興味がないっていうかね、体が震えないんだよ、感動しないんだよ。そうなんですか？やっぱりそうなんですよ。あの軍歌って言ったってね、あの、はい、軍歌って軍隊を煽ってるあれじゃないんですよ。本当にね、うん、なんていうのかな、日本の古今集、その前の万葉集からその前のね、はい、古事記、日本書紀に至るまでの古いボキャブラリーから拾ってる、うんうん、例えばね、あの人、信時清って知ってるでしょ？知らないかな。ごめんなさい、信時清さん、はい、これ大作曲家ですよ。ところが戦後の価値観がひっくり返って、信時清ってあんまり誰も知らないんだよね、はい、あの大友のやかもちのね、あの、はい、海浮かばなんてのはこの人が作ったんだ。で、最近ね、最近ほら産経新聞なんかで全国的にどんどんやってる、あの街道統制っていう、これ神武天皇の統制を北原白秋が歌にして、それを延々とね、混声曲ってやつだけどもね、1時間ぐらいやるんですよ。これ2度ぐらい聴きに行ったことあるんだけど、やっぱり感動しますよ。あ、それは感動するんですね、先生。こういうのは感動する。そういうのは感動するんです。つまり我が国の御前を歌ってるんだから。あ、で、日本のそのあのそ関係のないね、はい、無国籍なメロディーっていうのは、メロディーはほら、感心することもあるけども、この歌詞ね、はい、これ見てなんか、あの、まあ、そう、作詞家もまたさ、はい、あの考案してパッて入れてるだけの人も多いけどね、あのロマン感じるのはやっぱり中西麗なんかうまいと思う。あれフランス語からね、ちゃんと日本の情緒を込めた、はい、翻訳にしてるから。うん、でもあとなんか機械的でね、 あんまり感心するものはないなと。そうだったんですか。でも先生、あの意外だなと思ったのは、前フロントジャパン桜でご一緒させていただいた時に、ダパンプの USA はご存知だったんですよね。うん、でなんか一緒にこう、うん、結構ツッコミを入れてくださって、歌詞をね見せながら、うん、どんな歌？カモンベイビーアメリカっていうね、あのこういう動きのリズム感がいいのはさ、はい、あのやっぱりその場で1ヶ月ぐらいを覚えて、1ヶ月ぐらいは短期的に覚えてくださって。それ映画もそうでしょう、はい、あのあ感動したって、涙もたくさん出た、でも2ヶ月したら忘れる、うん、それ小説もそうですよ。あ、それから本ね、はい、あの例えばこの本を読んで感動したと、でもね翌日に 75% 忘れてるんです。1年後にはね2行しか覚えてない。そういうもんなんですよ。ですからね、本当にあれ、あの感動的なものって何度も読むんだよね、うんうん、で今流行ってる漫画だってそうでしょう、うん、やっぱりなぜ手塚治虫なんてのは死んでもう何年にもなるのにね、なぜここまでまだ売れてるかっていうのは、あれやっぱり人物像の描き方とかね、あのイデオロギーはちょっとおかしな人だったんだけれど、そうですか、あのそういうところにあると思うね、はい、人間のこの金銭に触れる感動が長続きするか、その場で終わるかという問題も多いと思いますよ。
なるほど、確かに手塚治虫さんの作品とかって、その時々の自分の成長度みたいなものも、それを読むことによって、あれ気がつかなかったこういう部分があったのかって気づいていく、どんどん成長させていく、いやそれは文学もそうね、ものなんですよね。ですから映画もこの本当にね、この間おっしゃってたあの、めぐみさんの映画ね、やっぱりあの人を感動させるっていうのは次にね人を動かすんだよね。そうですね、あのそういうのが名作だと思うし、それはまあ歌にももちろんあるし、はい、だからどんどんこの あなた今やってるのはその消化系国民消化系なものと同様的なものですか、他にオリジナル、基本的にライブはオリジナル中心なんですけども、あのいわゆる YouTube チャンネルでは先生が知らない曲、あの昭和のヒット曲とかですね、先生知ってるかな、ちょっと検査してみていいですか。作詞作曲ってのは自分でおやりになってるでしょ。それもします、はい、先生あの、例えばですね、テレサテンの別れの予感とか、テレサテンは何度か聞いたけど、あの、橋幸夫と吉永さん、あなたの色に染められっていう、あれなんて歌う、ああいうのは知ってんだよ。時の流れに身を任せ、そうあ、なるほど。じゃあもう一個いきますね、ジュリーの時の過ぎゆくままにとか、あ、ジュリーって沢田研二のこと、はい、それだけはあの聞いたことがある。あ、意外と、あ、じゃあ先生、渡辺真知子のカモメが飛んだ日とか、あの渡辺さんって人は知らないけどカモメは飛んだっていうあれは知ってますよ。渡辺さんは知らないけど、はい、じゃあ谷村新司のスバル、聞いたことあるな、面白い、先生のスバルよって、そんな歌じゃない。違う。もう何でも知ってる宮崎先生が唯一知らない世界があるっていうのが、いやいや知らないことばっかりですよ。もうなんか親しみが嬉しい。あのね、ある時飛行機に乗ってね、私の隣に体の大きい人座ったんだけども、乗客がみんな見てんだよね、その人を。ところが私知らないでしょ。で、まさか野球の選手なのか何なのかもわからない。じゃあやプロ野球の選手だったんですか。だったんじゃないかな。乗客がみんな見てんので、知らないんだよね。いや、とりあえず知らないことだらけ。長嶋は知ってますよ。長嶋さんはしょっちゅう乗りましたから知ってます。あれはね、個人的にはご存じなんですか。我々はね、17、18の頃からあの人ヒーローだもん、そうか、さすがに、じゃあ最近の選手、ダルビッシュとか。ダルビッシュ、名前聞いたことある。大谷翔平選手は、いや、知りません。あ、松井は知ってる。あ、石川県だから。なるほど、ゴジラまでということですね。そうそう、はい、ということで宮崎先生にも知らないことがあるんだっていうのをね、視聴者の方も親しみを持って見て。いや、知識が偏ってますから。いやいやいや、はい、はい、ありがとうございました。どうも。